西の国、私学進学フェア、教育講演会を開始します。岩佐教育研究所、岩佐圭一先生による、2022年、教育の変化と入試の対策です。岩佐先生は、大手企業コンピューター SE として勤務後、テスト発行会社の取締役を経て、平成11年に 岩佐教育研究所を設立されました現在は読売進学メディア入試情報の執筆に加え私立中学高校と塾へ向けた会員制情報レポート北斗通信の発行埼玉県の各種高校受験案内の執筆と監修テレビ埼玉の 公立高校入試対策番組のコメンテーターとしても活躍中です。講演終了後質疑応答の時間を設けております。それでは岩佐先生どうぞよろしくお願いいたします。えー、岩佐教育研究所岩佐と申します。よろしくお願いいたします。あのまあちょうど夏休み直前ということで夏休みが終わると。 9月の終わりごろになりますでしょうか、初めて、えー、志望高校1校、自分の行きたい学校を書いて提出しろという中学校からの進路希望調査がございます。で、これが初めて自分の志望校を表に出す機会だろうというふうに思います。そこからが志望高校を選定する時期が開始されるというふうに考えてください。もう1回12回月に 12月の第2週に中学校に進路希望,中学校から進路希望調査票が渡されてもう1回書くようになります。でこの時までにはほとんど調査書が終わっ確定しているそれから、えー、各私立高校の個別相談が終わっているという時期になります。でこの時点で公立を受けるか私立を受けるか決定している人たちが全体の95%を超えてくると。 ですから志望高校の選定の時期というのは9月に始まって12月までだとその間に自分の受ける学校行きたい学校を決めるとそういうあの受験というのが意識しなきゃいけない時期が開始されるんだということを知っておいていただきたいと思いますです,ですから夏休みというのはそのための準備期間だと。 まあ、勉強の、まあ復習をするということも含めてですね、準備期間だよということを、ぜひ知っておいてください。で、今日のお話としては、あの皆さんの教育というのが今、大きく変わりつつあります。どんどん変わっていきます。その真っ只中に皆さんが今置かれていると、そういう立場なんだと。これを知っていただきたいなと、そこからお話ししてまいりたいというふうに思っております。 あのまず教育環境ということなんですけども知ってることもあると思います知らなかったこともあると思うそういうのを全部含めてですね、えー、一つの志望校選定のための,あの材料にしてほしいなというふうに思うわけです教育の変化大きく変わった理由としてはいくつかありますまず一番最初はこのコロナだと思いますますたコロナの、えー まあ感染というのが流行ってきて、えー、全国では何,万何十万という人がですね、えー、かかってきているというような時代に入ってました。当然、えー、それに対する注意というのは、えー、非常に必要なんだろうと思いますし、えー、まあいろんな例えばイベントも制約を受けたものが続くだろうというふうには思うわけです。たただ今まで、えー、まあ3年にわたって こののコロナといいうのが流行ってきてきるで。そこで、えー、受験生がみんな同じような苦労をしている、えー、そんな中んでもですねそれをはねのけながら、えー、志望校を決めるという、えー、作業に一生懸命やってほしいなというふうに思うわけです、えー、次にですね大学入試が変わってきたというのは知っていると思います、えー、今の中学3年生というのは令和4年の中学生なんですよ で卒業するのは令和5年3月なんですけれども、えー、令和4年度卒卒業業生です。卒業年度は令和4年度です。ですから何十年かたって同窓会やると令和4年度卒業生同窓会という形になるんです。ところが入試はですね一つ先へ行きます。令和5年度入試なんです今度は。何で一つ先へ行くかこれ簡単なんですよ。 令和5年の高校1年生の募集だからなんですねですから今日、えー、いろんな学校でブース出してますけれども、えー、そこに行っていただくと令和5年度入試用パンフレットが置いてあるわけです令和5年度の入試要項が置いてあるわけです間違わないでください令和4年度入試じゃないですもう終わっちゃってます令和5年度入試ですで、この令和3年度の大学入試からですね えー、大学入試改革が実施されました。これはコロナの中でも、えー、完全実施をされたわけです。大学センター試験がやめてですね、大学入学共通テストというのが実施された。えー、目標が目的が違うんですよね。で、大学入試改革を入試を変えることによって、小学生の入小学校中学校高校の授業内容も変えていくと。 事業内容を変えるから大学入試を変えるとそういう目的のために実施されているわけです。でここに向かってですねえまあ世の中が全部動き始めたというふうに考えていただきたいわけです。今大学へ現役進学浪人で大学行く人たちを含めるとですね7割近い人たちが大学行く時代になってます。ほとんどの人が行く まあ専門学校の進学も含めるとですね85%ぐらいの人がいわゆる上級学校に進学していくわけですそういう時代の中の今中学3年生だよということで意識していただきたいなというふうに思っておりますで、えー、次にですね高校生っていうのは、えー、もう義務教育は終わっちゃってるんです義務教育は終わってる えー、従って有料教育の世界なんですけれども、えー、今大体埼玉だと99%を超える人たちが高等学校に進学していますでその進学している人たちに、えー、義務教育じゃないからって、えー、全部自力でお金を出せというのは言えなくなってきている従って準義務化ということでですね高校へ進学した人たちに、えー、国から助成金が出ますこれが就、えー、学支援金という名前です 埼玉県も、父母負担軽減事業という名前で助成金を出すようにしています。これは後ほど説明いたします。えー、次にですね、これ、大学入試の改革に伴ってなんですけれども、一昨年からなんですね、これ、ちょっと年度がちょっとずれてますけれども、昨年から小学校で、えー、去年から中学校で。 今年から高等学校で学習指導要領が改定されました学習指導要領って何かというとあの日本の国はですね北海道で卒業しても沖縄で卒業しても例えば埼玉で卒業しても大体小学校も中学校もどの時期に何をどれだけ勉強するって決められてるんですよ。この決められているものが学習指導要領という教育の法律だと。 いいうふうふに考えてください大体10年に1回ずつこの教育の内容が改訂されますけれども一番最新で改訂されたものというのがですねこれまでになく大学入学共通テストまで直結しているようなそういう教育の内容の変化だということになります。まあ、代表的なのは今小学校3年生から英語学習が開始されています。5年生からは教科として 教教科科ととしして外国語という教科が入りましたあの今の小学校5年生からは通知業の中に外国語という標定,定が入るんですよ。そういう時代に変わって、えー、中学校でも授業内容が変わって、えー、より内容が高度になったということになります。まあ、高度になったというよりもですね自ら考えて 自ら問題を解決する生徒を育てるという大目的のために教育が全部変えられたというふうに考えていただきたいと思います。まあ難しい話してますけれどもこういうのが皆さんに直結しているということだということです。同時に指導要録というものが変わりました。要録というのはですね皆さんの例えば中学3年生の成績は、えーまあ、入学する高校に入学する高校に 引き継がれるんですね高校の成績が通知表あ調査書じゃないですよ、読録として引き継がれる。ど,どんだけ生活,生活の中でどういう変化があったとか、何日出席があったとか、どういう選択授業を取っていたとか、どういう評定をもらっていたとか、全部高校に引き継がれていくんですで。これは小学校の成績が中学に引き継がれる。 中学でも1年生の成績は2年生2年生の成績は3年生にこう引き継がれていく教育の何て言うんでしょうかね個人カルテといいますかそういう種類だというふうに理解してください。でこれの標定の考え方が変わったんですよ。でそれに伴って皆さんの通知表が去年から変更があったということになります。観点別評価というののががそれまでの例えば国語が 5つの観点で成り立っていた数学以下8科目は4つの観点で成り立っていたこれが去年から全部3つの観点に変わったとそれによって通知表の付け方が変わったんですねこれも後ほどちょっと説明いたしますそれから在籍の変化少子化というのが聞,こえて聞,あの聞いたことあると思います少子高齢化という話ですね これも皆さんに直結してくる話だということで後でお話しいたします。それから世の中が「ソサイティブ5.0」こういう話聞いたことないかもしれないしあるかもしれないんですけども世の中が変わったよと例えば皆さんが小学校中学生一人一台国から端末が対与され。 そういうい時代に変わわってきてきるわけです。あの中学校の授業もですね、えーまあ、学習指導要領の変化もあるんですけれども、えー、アクティブラーニングというものが全体的に、えー、教科に入り込んで授業が変わってきてるんですよ。じあの一人一人が参加する形の授業に変わってますよ。と。授業が変わりましたと。と、えー。なぜこんなふうな変化が起こるか。これはですね、世の中の中動きが えー、例えば10年後20年後を考えたときに我々の生活の中にどれだけ AI、えーまあ、コンピューターの方ですね、えー、人工知能というんでしょうかこれが入り込むかこれを想定したときにはですね全く今と違った社会が出現する可能性が高いよとこういうお話に連動してくるわけですその中で教育は変わっていく 世の中が変わっていく、えー、皆さんは志望校を今考えてますけれども10年後の自分を考えたことがありますか10年後皆さんはえ今14歳から15歳だと思います10年後24歳から25歳になりますほとんどの人が社会に出るだろうとまあ早い人はもう結婚して赤ちゃん抱いてるかもしれないですよその時代に 世の中がどうなっているかを考えながら今高校を選ぶという時代に入ってきているわけです。10年後を考えて今高校選択をすべきだろうというふうに理解していただきたいと思います。国は SDGs という国連の、まあ、国連が提唱する17の持続可能な開発目標に向かってそれに参画して舵を切っております。 SDGs って聞いいたこととあると思います。去年のオリンピックの中でもですね、えー、なんかベッドが紙で作られてる段ボールで作られてるんでっていう話ありますよね。それから今あのコンビニで買い物すると買い物袋が有料化されましたなんでとなりますよね。一つは地球環境に優しいというところが SDGs の一つの目標になるんですよ。 地球を汚さないあるいは男女同権というあの性別の差をなくすというのも SDGs の考え方なわけですこれに向かって教育もこれに向かって変わってきてるんです世の中でこの SDGs に賛同する高校がどのぐらい多いかそういうのも知っておいてほしいんです入試問題にそろそろ SDGs の話題が取り込まれていると そういう時代に変わってきて、えー、持続可能なつってもですね、これは2030年までの開発目標なんで、もうあと8年ぐらいしかないわけです。その間、えー、急速に世の中の動きが変わってきますよということも知っておいていただきたいと思います。えー、あとですね、もう一つこれを押さえておいてほしいんですけども、えー、今今年からなんですが、18歳年齢が成人に変わりました。 ですから14歳間もなく15歳の皆さんはあと3年ちょっとで成人なんですよ成人式なんですよおそらく高校3年生在学中に誕生日が来た人たちから成人になってくるんだと成人になるっていうことは権利が大きくなるわけです例えば親の許しをなく自分で銀行行ってカードを作れるんですよキャッシングができるんです その代わり,そ,の代わり、えー、そこに責任問題が必ず付きまとってくるわけです。何か悪いことしたら。警察団になったら名前が出されます。実名報道になります。刑法も18歳から適用されるというふうに考えてください。そういう時代なんですね。この大きな時代の中で、えー、教育にどういうふうな変化が起こっているか。 いうことを考えながら、えー、行動していただきたいなというふうに思うわけですまず中あの人口の話です、えー、今の中学三年生15年前おぎゃーと生まれたとき同級生は全国109万人いました109万人なんですよお父様お母様方の世代はですねだいたい140万から150万いたんですよ ところその人たちが結婚して生まれた赤ちゃんの数が109万人しかいなかったというお話なんですね。まあ、ここは少し人数が増えて109万人なんです。で、今の在籍は108万人というふうに発表されています。あの生まれたのは厚生労働省調査。えー、在籍は文部科学省調査になります。あの、人数1万人しか減ってないと。 いう話はあるんですけども実は生まれてすぐ生まれて1ヶ月未満に亡くなる方未満で亡くなる方って全国で6,000人とか7,000人いるんですねここまで育たなかった人たちも3万人以上いるんですよだから実際に生まれた人たちがいなくなっているのは4 3万人から4万人近くいなくなっているはずですところが在籍は減ってないんですねこれどういうことかっていうと 外国から日本に働きに来ていたいわゆる外国籍の方々のお子さん方が今中学校小学校に在籍しているからそれだけいわゆる外国籍の人たちが増えてきているのが日本の現状だということになります、えー、去年は109万3000人在籍は107万9000人いました、まあ、人数的には去年と今年はほとんど変わらないところがですね 去年1年間で生まれた赤ちゃんの数全国83万、えー、1,600人というふうに発表されています。コロナもあってて赤ちゃんの生ままれる数は急速に減り始めています。一方ですねおじいちゃんおばあちゃんの世代、えー、昭和22年から24年に生まれた人たちっていうのは1学年250万人いたんですよ。 今74歳から77歳6歳から7歳ですねなんですねであとそうですね10年も経てばこの方々の中で亡くなる方も増えてくるだろうおそらく10年後にはですね、えー、皆さんがちょうどまあ社会で働き始めた頃、えー、生まれる赤ちゃんの数は70万人台 亡くなる方は200万人を超えてくるだろうとこういうふうに言われているわけです。あのまあ去年だったと思いますね、えー。どっかの実業家がですね、5年後に日本はなくなるよと、10年後にはなくなっちゃうよという発言をしてまあ問題になったんですけれども、1年間で日本人としてはですね、これ数えていただければ60万人以上が減ってるんですよ。日本の人口は60万人以上減ってると。と おそらく今後10年後には1二百万人、二百万人だ、170万人ぐらい日本の人口は1年間で減ることになるだろうと。そういう中で皆さんは社会出てくるんです。そういう時代に皆さんは社会出てくる。これ非常に大きな問題だろうというふうに思うわけです。今、国が作った学習指導要領。 まあ小学校で実施された。目玉は、一番の目玉は英語教育だと思いますね。小学校3年生から英語を覚える。で、5年生、6年生から授業が始まる。英語の授業が始まる。それまでに、小学校で英語の単語数としては700語を覚えろと言われてるんですよ。700語。えー まあ今までの中学校3年間初めて英語を習った中学校3年間で覚えなきゃいけない英単語の量って1,200語なんですよね。それが小学校2年生で二年間で700語を覚えることになる。中学では1,800覚えることになってます。2,500ですよね、ここまでで。今までの1,200から比べると倍以上の英,語英単語が出てくる。 高校行くともっと多いわけです。これって何？しかも聞いたことあると思うんですけど、スピーキングが重視される、リスニングが重視される時代になるわけです。あの日本の国が学習指導要領改定の一番の目玉として挙げたのはグローバルという言葉なんですよ。グローバル。グローバルって外国語を喋ることじゃないんですよね。 あの外国の人を理解すること外国の国を理解するこれがグローバルなんですよ。国際的な視野に立つというこれがグローバルの本来の考え方というところで考えるとですね日本の国は急速に外国を意識しながら外国の人たちと共存するような社会を目指しているということが分かると思います。だってそんなに英語をやる必要ないですよね。 だ皆さんは多分社会出た時に場合によったらまあ会社員になりました上司は外国人になったと十分にあり得るんですよ何年かたって少し偉くなってきた部下ができた部下は日本人じゃなかったっこれだって十分あり得るだろうもう今だってコンビニ行けばそこの店員は日本人じゃないっていうパターンはずいぶんありますよね 外国の人たちが日本の社会に溶け込んでいるような状況が今後ますます広がるだろう少子化の中でそういうことが行う起こるだろうというのを想定して教育が変えられているということなんですよ。えー、まあもう一つですね大学入試改革というのはおと、まあ、昨年行われたわけですけれども、えー、言われているのは 今年から高等学学校の学習指導要領が改定になりました。ということは3年後の大学入試はですねもう一回大きく改定されるんですでさらに今の中学1年生の大学入試これは英語教育の完成学年なんですねそう大学入試改革は第 3, 3, 3段階目の改革を迎えるだろうと言われています 皆さんの大学入試に向かう時はですね、このちょうどど真ん中なんですね。こういうのも知っておいてほしいわけです。学習指導要領、要6ですね。これは通知表の話なんですけども、これはこれから説明いたします。去年から行われた観点別学習の話なんですけども、それまでの観点別、 っていうのは国語はこの5つの観点によって構成されていましたですから皆さんの中学1年生の中学3年生だとすれば中学1年生の時の通知表はこの5つの観点で構成されているんですよで、これ以外の教科は4つの観点で構成されていますそれぞれが ABC で評価されていますで、例えば国語ですけれども全部 A の人たちは まあかなりの確率で5になります評定としてはですね何人かが4人変わるだいたい今度3つに変わるわけですけれども3つはこういう3つなんですねこの3つなんですで、今これになるわけです1学期の通知表を見ていただくとこれになるわけですで、さらにこれが ABC で評価されるわけです3つ A の人3つ A の人は5か4というふうに決まっています まあ決まっているというかそういうふうに文科省の方で各学校に指導している。で、えーまあ、中には A があって C があって B がある人がいるだろうとそのケースはこうしますというのは各学校によって取り決められています。だからこれを一つでも A に近づけるというのがですね評定を高める一つの秘訣だろうというふうに思います。 ただ残念なことに今の表定というのはですね1学期の通知表前期後期の人はもうちょっと企画があるんですけれども3学期制の学校では1学期の通知表というのはもうほとんど終わっちゃってます。これから先動けるとすれば7月の検定がもうそろそろですよね英検が。 まあその結果がどこに書かれるかっていうぐらいしか動きようがないわけです。もう部活もほとんど終わっちゃってる。えー、そうすると、えー、私学に持っていく個別相談に持っていくための、えー、資料というのは最終的な調査書じゃないんですよ。ここは押さえておいていただきたいんですけども、えー、観点別あ失礼しました、えー、1学期の通知表を持って動くということになるわけです。まあ、したがって えー、この標定というのは、えー、これから先動かせるとすれば通、えー、最終的な、えー、調査書のための標定づくりということになってくるわけです。大体事業これ決まってるんですけども A、えー、知識理解というのはですね大体事業へあ失礼しました。えー、どののぐらいその 成績要するに中間期末の成績がよく取れているかそれから授業にどのぐらいちゃんと参加しているかというのによって決まります ABC は思考判断表現というのはテストの成績もあるんですけれども主に授業にどのぐらい参加したかとどういう態度で授業に臨んだかによって変わってきます主体的に学習に取り組む態度というのは授業への参加度それから宿題の提出になります まあそういうふうに大体決まってるんですね。今、あの、えー、言いたいのは、お父様お母様のあの世代だと3を取っているというのは普通だと思ってるかもしれないです。埼玉では調査してないんですけども、東京、千葉で調査した結果というのを見てみると、えー、大体3以上の人は85%いるんですよ。 85% 15%いいいいるるとととうここはは1、にななな人もんですだから1学期の通知表を見て1がある2があるといった場合にはですね下から15%以内に入ってるとみなされてるというふうに考えてほしいわけです。そこに対して3以上を取るのはそんな難しくないんですよ。一生懸命授業に出てテストをちゃんと受けて宿題の提出をちゃんとやることによって3以上は取れるんです。 4、5にしたい場合も同じですね。あのまあ、調査書というのは、まあ、あるいは評定ですね評定。通知表の評定もそうなんですけどもこれは絶対評価と呼ばれています。何人に5をつけても学校は許されるんです。逆に言えば何人に1つけても許されちゃうと。そういう世界だというふうにご理解ください。一方偏差値を 偏差値でいうのは会場テストもそうですし、えーまあ、いわゆる中学校校長会テストと言われてるもんもそうですよねあの川越だと、えー、教科書会社の習熟度テ別テストということになると思うんですけどもこちらで出てくる偏差値というのは、えー、こういうもとで作られています。偏差値というのは順位なんです偏差値は順位だと。 ですから偏差値50となると、ちょうど上から数えて真ん中の成績ですよという話になるわけです。偏差値を上げるということは、一つは入試の得点のシミュレーションだということになるわけです。で少しでもいい成績を取っていくように頑張ると、点数取れれば上がっていくという側面があります。 高校入試の流れなんですけどこれあのここはあのメモテープで見ていただければいいんですが言いたいのは、えー、一番下なんですね去年の人たちが、えー、進路希望調査を先ほど言いました9月に1回目を受ける進路希望調査12月に2回目を受けるということになります1回目はまだまだ決まってない人たち多いんですですから憧れでもいい ただ一つ自分の目標とするところを書けるようにしておいておくだけでいいと思います。この結果が11月に新聞発表されます。11月の1日か2日になると思いますけど、こんなに人数いるのって驚かれるかもしれないんですけど、まだ漠然としているということで理解してください。えー、問題なのは12月の,あの結果なんですよ。先ほど言いましたように、12月の段階では個別相談も終わっている。調査所も成績は 先生に言えば12月15日過ぎれば口頭で教えてくれることになってます。決まってるんですもう。でこの時点でえこう,こうこう受けるのに効率化私立は決まってるわけです最終的にえし効率の場合には2月まで志望校を迷うことはあるかもしれないです。冬休みの状況を見ながら志望校を最終的に決めると。 いう人たちも多いいと思いますただ「公立」と書いた人が公立高校を受験したとその結果は去,去年の数字でこの春の入試に受けた人たちが98%がこの時点で決まっていたというふうに理解してください。そこまでが一つの目安だということになると思います。 まあ最終的にどこを受けるか一歩上上げるか下へ下げるかっていう話だと思うんですけどね、えー、この時点がでこの時にですね「効率というふうに書いた人たちのパーセンテージ、えー、進学進学と,しということを書いた人たちは全体の99%を超えてますでこの人たちの「効、え、率、ー、と書いた希望効率と希望者を書いた率がですね8年前は73%だったんですね それが年々下がってきて去年は65.1%でしたということになるわけです。でこれによってですね本来は今年は在籍は去年とほとんど変わらないんですよ。ですから、えー、あの募集人員公立の募集人員は変更ないはずだったんですけどもいきなり720人の減少ということを発表したわけです。公立高校 倍率上がるんですよほっとけばただ人気は落ちてるんですね。この結果を踏まえて公立高校の定員が発表されたというふうに理解していただきたいと思います。えー、こ埼玉の高校入試、えーまあ、コロナによって変わっている、まあ、非常に慎重になっている各学校ともですね、えーまあ、今日のフェアなんかでも人数制限があって。 さらに消毒をしながら中へ入んなきゃいけない。非常に気を使っている部分が多いと思います。入試もその通りです。公立入試も私立入試も非常に人数制限、まあ、説明会とか人数制限があってですね、入試の時もかなりその気を使った入試が行われているということ、これはあのお任せしていいんじゃないかと思います。3年経てば どの学校の先生方も非常に賢くなって知恵がついているということになるんだろうと思いますで、高校入試、えー、公立高校の入試私立対応それぞれに変化がありますとただ言えるのはコロナの中を乗り切って入試を終わらせればですね中学3年生の皆さんはワンランク成長してるだろうと成長してほしいなというふうに強く思うわけです えー、埼玉の公立高校の特徴なんですけれども、えー、学習指導料改定に伴っってて入試問題は難しくなっていますこれは一つは、えー、中学3年生の範囲の中に新しい単元が入り始めているというのが一つですが二つ目としては特に英語ですけれども英単語の量がだんだん増えてきているというのが特徴としてあると思います。 それから問題の聞き方もですね、ちょっと難しくなっているんですよ。まあこういうのに注意してほしいなということですね。それから中学校校長会の公的テストというのが全県で実施されております。地域によっては少し内容が違うんですけれども、地域ごとに違うテストが実施され、この結果を私学は参考にするという学校が急速に増えてきております。 ですから、会場テストだけではなくて、この公聴会テストも大事に受けていただきたいなというふうに思うわけです。えーまあ、この辺はいいですね。えー、あのすでに選択問題実施校22校というのが県から発表されております。夏休みから本気モードで勉強を開始してほしいなと。 いう,ふうに強く願言えの家はですね、えー、合否は例えば会場テストで死亡、えー、校判定を受けたけれども、えー、あんまり上あのいい判定は出なかったという話はよく聞きますただ公立高校の入試はですね偏差値だけで入試を行っていません要するに得点力だけで入試は行ってないそこに調査書が入るんですよ必ずそれが 割、えー、割から7割入ってくるわけです学校,によっての、えー、学校によっての選抜基準は、えー、先週金曜日に発表されました。各学校の選抜基準はもう分かってるんですね。それをあの、まあ、インターネットでダウンロードしていただいて、えー、ぜひ各あの志望高校の成績をあのその基準を、えー、きちんと押さえてほしいなというふうに思います。 公表される選抜基準以外の資料はございません。もうすでに全部発表しましたということですね。選抜基準が土曜日発表されました。で、まあ、この辺もいいですね。私立高校は、私立高校は各学校ごとに基準があります。で、それは今日みたいなフェアで聞き取ってほしいということです。で、その基準に沿うか、あるいは少し足らないけれども、 え相談に行くというパターンが11月までということになると思います。あの平単だけではなくて弊も個別相談からぜひ個別相談に臨んでいただきたいというふうに思います。でお金の話をする時間がなくなっちゃったんですけども簡単にえお話します。あのえまあ、これれは表を見ればわかると思います川越一律 受ける場合市内のお子さんは5650円が入学金ですけれども市外から入学する場合には10万円取ります入学金が違います市内市外はそれ以外の差はありませんまあそういうのを理解してくださいそれから私立高校の場合あの公立高校は授業料をただだと思ってるかもしれないですけれどもご家庭の年収が910万円を超えると有料になります 月額1万円になります。ご家庭の年収っていうのはお父様の給料だけじゃなくてお母様のえ仕事で得た収入も含みます。あのこれですねもう一つ言えるのはここに全部入っているえご家庭の収入っていうもあのなんですけれどもえご家庭の年収が決まるのは来年の例えば今年の年収が決まるのは来年の6月末なんですよ。 ということは6月末にはもう高校生になっちゃってるわけですよお子さんがなそうするといつの年収なのかって去年の年収なんですここを押さえてください去年の年収ですとまあこれだけの助成金が出ますあの私立へ行ってもですねですからご家庭の年収が低いから私立は大変ということではございません年収が低いご家庭ほど助成金が多いとそういう あの形になっているよというふうに理解していただきたいと思います。あのまあ、この辺は読んでいただければそのままです。それから重要なこと、まあ、これもそのままだと思います。あの最後の話ですね、えー。高校は最終目的地はございません。高校が最終じゃないんですよ。そこから先があるわけです、えー。ですから妥協したり諦めたりしないでいただきたい。 あの学校によってレベルによって教科書内容が変わるんですよ教科書が違うんですよさらに教科書内容が変わる、えー、さらに一生付き合うかもしれない友達が違う変わるんですですから妥協しない、えー、これが非常に重要な要素なんだろうと思います危険はありますよだけど妥協しないでいただきたいなというふうに強く願って私のお話とさせていただきますありがとうございました 岩佐先生に質問のある方は手を挙げてお知らせください。何でも結構ですよ。会場での質問がないようですので、ご予約の際にご記入いただいた質問に回答いたします。先生お願いいたします。はい、えー。調査所のお話というあの質問をいただいてるんですけども。 調査書を上げるたためにはどうしたらいいですかとこれは先ほどもお話ししましたようにあの調査書でも2つ種類があるんですね。1つは観点別というところから始まった評定なんですよ。調査書の成績を上げるということは評定をどうやって上げるかという話ですね。それから特記事項というのがありますよね。例えば部活でどんだけ頑張ったとか。で、いくつかの,あの、えーまあ、これは評定。 調査書の作り方の問題もあるんですけれども、調査書というのは12月15日には確定しているで。さらに出血の記録というのは12月の最終授業日で確定するわけです。例えば1月になって休んでも、これは調査所にも入らないんです。まあ、それ余計な話なんですけれどもえ、じゃあ評定を上げるにはどうしたらいいかと。もう1学期の評定はほとんど決まっちゃってるわけです。 まあ2学期制の学校はまだこれから期末テストがあるだろうと、まあ、それはがテストを頑張ればいいんですけども、えー、ほとんどの人は、えー、3学期制でもう三、えー、学期の成績、二学期、1学期の成績は決まっちゃっていると。ただ、ただですね、最終的に、えー、評定を上げていくためには、まず夏休みの宿題を手を抜かないということが一番だろうと。期日を守る、提出はする。 でさらに、えー、授業に対して、これ二学期なんですけども、授業を、えー、集中して聞く、えー、分かってたら手を挙げる、えーまあ、きちっと自分の意見を持って発言する、えー、これで成績上がってくると思います。あの嫌いな教科、先生に外を向いてたら成績は上がりません。あのまあ、そういうですね、 えまあ教科に対する向き合い方というのもえ嫌な教科でも我慢して真面目に向き合うというのが大事だろうなと。宿題の提出は特に技術系の教科美術とか音楽とか技術まあそういうものですね宿題を忘れると致命的になりますからこれ気をつけてください。2つ目なんですけども私立高校の学校ごとの基準をどこで手に入れたらいいかと。 どうやって知ればいいかというお話なんですけどもこれ学校に聞くしかないんですよ。よくあるパターンとしてはうちの学校の,あの入学の目安というのはえ1学期の通知表で5かいくつ数字の合計で表示されるんですよ。あるいは公的テストを含めて,てあの会場テスト偏差値いくつ。でこれに近ければ 少し足りなくても持ってって相談する価値はあると思います。で、だからそのそこのニュアンスなんですね。あの他に加点、えー、要素がある学校が非常に多いんですよ。例えば部活三年間やってたとか、県大会行ったとか。で、そういうあのプラスアルファの要素を各学校へ行って聞き取るしかないんです。 ですから一番が各学校の先生方今日のブースなんかでもそれを聞き取っていただきたいわけです。何校かにですね。えー、それからもう一つ余計な話なんですけどもあの調査書に載せるのにあたって、えー、学校が絡まない、えー、個人で頑張ってるものってありますよね。例えばお花をやってるとかあ,のあるいは踊りをやってるとか。 取をったとかあ,のあるいは手段で何段まで行ったとかそういうのっていうのは学校を経由してないんで調査書に載らないんですよそれは担任の先生に申し出てえ必ず調査書に書いてもらってください家庭予想になりますあの将棋囲碁で有段者だとかこういうものもえ個人の記録になりますあるいはボーイスカウトやってたとかガールスカウトに 入ってたとかですねそういう活動実績も、えー、加点要素になりますから、えー、それは書いてもらってほしいなというふうに思います。それから、えー、入試問題が難しくなったあの国が求める学習,学習の、えー、一番大きな題材の中にですねこれは埼玉県の公立高校の、えー、入試問題というのをこう作るよという、えー、そういう そこの発表の中にこういう言葉があるんですよね。えー、問題を解決するために、えー、その考える力判断する力表現する力、えー、こういうものを参考にするよとあの今大事にしてるのはあのいわゆる問題を自分で見つけて解決していくとそういう力が求められてるんで。 入試問題が必ずそういう問題に、が散りばめられるんですよ。だから難しいんですね。あの、入試問題をきちっと解くためには、過去の問題を手に入れていただいて、じっくり読み取ってほしいわけです。読むことで力がつくはずなんですね。過去の問題を早めに入手していただいて解くと。 いうことしか、対応の仕方はありません。以上、あの、まあ、用意した質問は、お、お、お、終わらせていただきます。はい。岩佐先生、ありがとうございました。それでは、先生の入試対策の講座を終了いたします。どうもありがとうございました。